格闘技ファンの皆さん、今日はですね、こちらライジンではなくですね、K1 の事務所にやってきています。なぜこちらにお邪魔したかと申しますと、なんと歴史的な格闘技イベント、あのザ・マッチ2022の写真集が発売されたと。中身はまだお見せすることができません。ただどれも素晴らしい珠玉の一枚一枚になっているんですね。これ1ページ1ページ本当に貴重ですよ。そしてまた重厚感もありますから、ぜひ皆さんで歴史を振り返っていただきたいと思います。今日はですね、 K1 事務所にお邪魔したということで、ゲストの方いらっしゃっています。ゲストはこの方、もちろん K1 の中村匠プロデューサーです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 K1 の中村です。よろしくお願いいたします。まずは、はい、今大会も、はい、ザ・マッチの後も続いてますけれども。そうですね、はい、まあ、あのザ・マッチが6月19日に行われて、まだあの3ヶ月ぐらいなんですけど、はい、なんかものすごくもっとなんか前にあのあった大会だったような気がするぐらい、やっぱりあの日一日のこう濃密さというか、はい、なんか本当にこうあの時あの場所でしかこう体感することができなかったあの時間っていうのを過ごしたんだなっていうのをこうまた改めてこう感じるっているところですね、はい、その3ヶ月が経ったところで、はい、K1 としての変化っていうのはありました？はい、そうですね、やっぱりあの僕らとしても初めて、まあ、いわゆるこう、まあ、他団体の選手たちと試合をする、まあ、そういったイベントに、はい、まあ、出ていくっていうところでは、あの本当に今思ってもあのこのザ・マッチっていう大会がなければこう見られることのない試合だったりとか、はい、やっぱ選手たちの、 あの試合に対する思いだったりとか、まあ、結果も含めて、またファンの人たちの思いとかも含めて、本当に今こうやって通常の競馬の大会をまたやってるからこそ、ザ・マッチという大会がなんかいかに特別だったか、はい、うん、本当にこう一生に一回のもの、うん、一期一会のもので、本当あの日のにしか見られなかった天心選手と武尊選手の試合も含めて、やっぱそういった大会だったなっていうのを改めてこう K1 を普通の大会やることによってまた思い出すというかですね、はい、本当に、うん、なんか僕もあの一日はもうなんか忘れられない一日になったなというふうに思いますね、はい。まあ、いろんな、はい、あの事情も絡んだりして、はい、なかなか実現することが難しかった大会自体もあるんですけれども、はいはい、ただ本当に今回そういう歴史的な、はい、あの大勝負がですね、たくさん組まれたということで、はい、K1 さんどうもありがとうございました本当に夢実現に、そうですね、やっぱり選手たちやっぱり戦いたいっていう気持ちもそうですし、はい、ファンの皆さんもやっぱりこの天心選手と武尊選手の試合を見たい、またそれが行われることで普段見られない試合だったりっていうのを見たいっていう皆さんやっぱ熱があったと思うんで、やっぱその熱に僕たちもやっぱどうすれば応えられるかっていうことを考えてこの大会をやって、はい、うん、それが実際にやっぱこうやっていろんなところで反響があって反応があって、うん、日付も覚えてもらえるような一日になったっていうことは、非常にあの僕らとしてもやっぱザ・マッチっていうイベントができてよかったなと思いますね、はい。さあ、それではですね、早速ですが、ここであの世紀の一戦、はい、那須川天心対武尊の試合をですね、一緒に振り返っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい。これまで銅と聖なんですよね。そうですね、まず僕の時、あの解説席で見させてもらってたんですけど、はい、なんか2人が入場してきて、うん、こう並んでフェースオフというか、はい、立った時になんかまず不思議な感じがしました。不思議な感じ、あ、うん、この2人本当なんか戦うんだなみたいな、なんかゴングが本当になってお互いがこう、技をこう交換するまで、はい、なんか本当にあんのかなみたいななんかすごくなんか不思議な気持ちだったのを覚えてますね、うん、はい。それぞれのストーリーの中で主人公を張ってきた男たちが戦うわけですよね、はい、確かに多分いろんな方がこの場面を想像されてたと思うので、はい、うん、あ、いよいよ確かに本当に戦うんだなっていうのが一番最初に僕が思った感想でした、そして今始まりましたけれども、はい、このハイキックもそうですが、はい、この攻防というのは最初どういうふうにご覧になっていらっしゃったんですか？まあ、やっぱりこの2人の、うん、スピード感、うん、あと緊張感が、はい、やっぱりちょっとここまでの試合もすごくあったんですけど、やっぱこの2人にしかできないこう空間がもう出来上がってるなっていう、うん、それは感じますね。あの武尊選手に対する思いというのはどうだったんですか？
ける選手に対する思いはもう僕はもう絶対勝つと思ってたんで、はい、もうあのどういう試合になって勝つんだろうなっていうふうに見てました、うん、なるほど、はい、あの実際下馬評もファンの間でも、はい、武尊選手が有利というふうに見る向きはありましたよね、はいはい、そうですね、やっぱり今までの戦ってきた、まあ、2人の、うん、あとはここまでのこう調整だったりいろんなところもあったと思うんですけど、はい、そんな中で、はい、那須川天心選手の戦いっていうのはどんなふうに見えたんですか、はい、那須川選手の試合はなんか武尊選手と向かい合って、はい、ここまでこう普通にやれてる選手っていうのはなかなか、まあ、K1 ではまあ僕もあんまり見たことがなかったので、はい、やっぱり那須川選手は違うレベルのところにいるんだなっていうふうに思いますね、1分1秒、貴重な時間が過ぎてるなっていう。ここで笑ってますよね、武尊選手、はい、いつものシーンではあるんですけど、そうですね、だからこういった場面見てると、うん、なんか武尊選手も普段通り、うん、戦ってるんだなっていうのは思いましたね、はい、これ那須川天心選手のパンチのハンドスピード、うん、それはどう見ましたか。まあ、やっぱりそこが大きな武器ではあったと思うので、なんかそういったところではやっぱりこうスピードだったりとか、うん、やっぱ那須川選手も那須川選手で、うん、こう自分のすごくこういいところがぶつけてきてるなっていう、はいはい、まあ、いろんなここですね、左フックカウンターです。このシーンというのはどんなシーンだったんですか。まずなんか すごく素早い攻防だったので、はい、最初なんで倒れたのかよく分からなかったんですけど、まあ、ダウンコールがあって、はい、で、あ、武尊選手がまずダウン取られたなって少し思ったところもあったんですけど、ね、なんか本当にこう僕は、まあ、いつも僕こうなんだろうな、あのどっちかにこう肩入れして見れてないんですけど、はいはい、僕は本当にもう武尊選手がのことを信じてたというか、うん、そういうのを思ってたんで、あ、まあ、ダウンは取られちゃったなと思いつつ、うん、ここからこうどう逆転してくれるんだろうみたいな気持ちも持って、まだ1ラウンドだったんで、そうですね、はい、なんかそういう気持ちになってましたね、この時は。しかもこの後にゴングが鳴ってインターバルを挟むことになりますので、はい、回復時間もありますからね、うん、はい、まあ、しかしあの一発一発で本当に人生を感じますよね、はい、この二人は。そうですね、なんか、本当に二人とももしかしたらなんかそういう、はい、もうあと、もうここでしかやっぱ戦えないっていう、やっぱそんな思いが、試合にも出てたんじゃないのかなっていう、はい、やっぱりあのお互いにこうカウンターの相打ちになったりすると、はい、そのたんびにヒヤッとするんですよね。ですね、あとやっぱり一瞬で、二、はい、うん、人ともやっぱ試合をこう終わらせられる武器をやっぱり持ってる2人なんで、なんか本当にあのいつどう勝負がの流れが変わるかが分からないというか、そういった緊張感も一つの、あ、なんか試合としてはあのみんながリングの中をこう注目してたやっぱりところだろうなと思いますね。はじめあの中村プロデューサーはこの2人の戦いっていうのはどういう展開になるだろうな、どういう距離感の攻防になるだろうなっていうふうに予想してました。やっぱり武尊選手が基本的にやっぱ前に出てプレッシャーをかけて、那須川選手が、まあ、そこをこう動きながら戦っていくんだろうなっていうふうには思っていたんですけど、はい、やっぱりこう改めて見ると、うん、だから本当になんかこういい意味で、はい、こざいて出しというか、うん、自分の中一番強い部分をなんか見つけ合って、うん、なんか戦ってるだろうなというのは、そうですね、それはこう改めて見直しても感じますね。まあ、今バックステップ使ってますけれども、那須川選手、ただあの、まあ、前進する武尊選手、あの打ち合うシーンというのはやはり近い距離の攻防なんですよね。お客さんの熱気というか、2人が何かするたびにこう会場が揺れ動くじゃないですけど、なんかそのぐらいこう反応があったなというのは、私のリングサイドに向けてすごく思いましたね。はい、本当にこう、なんか冷静に、こんな気持ちで見てたのかなって思うぐらい、なんか今見て、あ、こういう攻防もあったんだとか。
さあこれがファイナルラウンドになりました。この貴重な空間は残り3分間、やっぱり武尊選手前に出ますもんね。そうですね、ポイント的な部分も含めて、はい、やっぱりここは負けなきゃいけないというのはあったと思うんですけども、このアスカワ選手の右のジャブがですね、コキミコ当たってはいたんですけど、ただそれで前に出るという武尊選手、まあ、いつも、ね、笑顔もなく見えたり、はい、武尊選手らしい、うん、やっぱり今まで僕らもこう劣勢でもやっぱそれを跳ね返して、うん、なんか最後は勝ってきた姿を見てたんで、はい、それをこの後も訪れるはずだと思って、僕は見てましたね、まあ、でもやっぱ3ラウンドでこの時間になっていますはい、こういう音が鳴りますよね。そうなんですね。あのスピーディーな展開だったりすると早く感じることってあるんですけれども、ただこの2人の場合はスピーディーなだけじゃなくて、もう何でしょうね、この2人だからこその速さですよね。不思議なものでも、なんかもっと長く見てたいなとか、そうですね、はい、ああ終わっちゃうんだなっていうのも、少しこう場内のアナウンス、はい、タイムのアナウンスだったりとか思いながら、このハンドスピードから飛び膝蹴り、ただ倒れない武尊選手です。武尊選手はどんどん距離を潰していくという、その一発にファンも期待を持って見ていたと思います。K-1初めてでしたね、このなんか試合が終わった時に、あのこう待ってる間っていうか、このこう感情が、ジャッジ取締役30対28対戦、この時はどうでした、まあ、なんどんな気持ちで武尊選手が聞、まあ、今も見てて、はい、この時のコール聞いてたんだろうなとか、うん、まあ、でもここで、うん、なんか一つ結果がこうやって出て、うん、まあ、あと、うん、この時のなんか2人が言葉交わしてる場面を見た時に、なんか、まあ、僕らもいろんな思いを持って見てたと思うんですけど、はい、この2人も多分僕ら以上にいろんな、最初に多分対戦表明してから結果が出るまでのなんかいろんな思いとか感情が爆発したんだろうなと、うん、思いますね。なんか勝った那須川選手はね、こういう感情も爆発して、武尊選手も同じように、うん、なって、どんな気持ちで2人はお会を交わしたんだろうなっていう、うん、まあ、確かにこの正規の一戦が実現するまでに抱えた思いというのは一緒だったわけで、それぞれ年代は違いますけれども、ただあのそれぞれの抱えてきたものを、あの試合が終わった後リング上であの改めて共有するというか、まあ胸が熱くなるところがありましたよね。僕結果が出た時になんかどうなるんだろうっていうのも想像つかなかったんで、ただ2人がやっぱああやって言葉を交わして感情を表に出してるっていうなんかところでは、なんか本当にこの一戦でいろんなものからなんか解放されたというか、なんかいろんなものがこう解き放たれたんだろうなって今改めてこう思いますね。本当にザ・マッチというものが今日今終わったんだな、でこういう結果が出たんだなっていうのをこうなんか自分の中にこう入れるまでになんかすごい時間がかかりました、ね、うん、はい、
さあそれでは続いてですね、中村プロデューサーが選ぶベストバウト、はい、最も印象に残った試合を教えてください。はい、僕あの志郎選手対木村正史選手の、はいはい、一戦ですね。これは僕個人的にはこのザ・マッチの中で一番印象に残った試合ですね。はいはい、なぜこの試合を選んだんでしょうか。結構僕はあのどういう試合になるんだろうなって予想つかなかったんですけど、はい、木村選手がダウンを取って、はい、あ結果勝って、その時にあなんかこう木村選手の、うん、なんか今までやっぱやってきたそのものとか培ってきたものやっぱそのスキルとか技術とかというところがあのライズのトップの志郎選手にも見せて、うん、こう結果が出たっていうところに関しては、うん、なんかある意味2人ともこうなんかテクニックの象徴みたいな2人だったと思うんですけど、はい、そういう勝負で K-1 の久村選手が勝ったっていうところでなんかすごく僕は印象に残ってますね。あと試合当日の順番でいくと、はい第1試合が金子明弘選手と鈴木雅彦選手のチャンピオン対決だったんですよ。で、やっぱ自分の直前で自分その2人ベルトを争ったこともある、はい、K-1 でベルトを争ったこともある選手なんで、うん、そのライバルが負けたっていうことに対する多分久村選手の思いとか気持ちもあの試合にはこも入ってたと思うんで、なんかそういった意味では本当になんかザマッチっていうこの場所でやっぱこう K-1 として、うん、あのまあ、チームじゃないですけどそういった戦いの中で出た中でこういった結果と試合になったという意味ではなんか僕はザマッチをこう象徴する、うん、試合だったんじゃないのかなというところでこのベストバウトに選ばせてもらいました。本当選手たちのファイターたちの中身も変えたイベント、はい、もうだったと思います。さあそしてですね、こちらザマッチ2022写真集なんですけれど3タイプでやりましてご覧の通りですね、まあ多くのファイターたちが表紙を飾ってます。後ろもご覧の通りになってますね、でこの賑やかな表紙もあれば中村プロデューサーの目の前にあるように武尊選手をワンショットにしたものであったり私の目の前にあります那須川天心選手をワンショットにしたものであったりですね、3タイプあるんですけれどもこの写真集中村プロデューサーのお気に入りの1枚ですね、はい、選んで発表していただけますか、はい、お願いします。ですね、あのちょっと私事なんですけどもともと僕は格闘技の記者をやってて、はい、雑誌とかをすごく作ってたんですよ、はい、なんであのやっぱこう紙物というか、に対する思い入れがすごくあって、まず手に取ったんですけど、はい、重さこれはもうぜひあの皆さんこのなんか体感してほしいです。これあの大会を、はい、本当に象徴してますよね、はい、重いっていうのが、本当になんかこの写真集まず手に取った時に思いました僕、その中で僕が一番印象に残った写真がこちらです、見せた方がいいですね、はいはい、お願いします。この写真ですね僕は、はい、こちらの写真、はいはい、これはなんか僕はまさにザマッチっていう日の武尊選手をちょっと一番僕はこの写真があの表してるんじゃないかなと思っててですね、はい、まず見開きをこうドーンと写真を使ってまずこの迫力とこのスケール感が東京ドームで2人が戦ったっていうことをすごいものすごくあの物語ってる写真だと思うんですよ、このビジョンの大きさで武尊選手の写真としては武尊選手はちっちゃく写ってるんですけど、やっぱそういった場所にこの選手がいたんだなっていうのがすごく伝わる。あとこうドームのこの天井の感じとかこのザマッチのスケール感をすごくまず表している写真だなと思ったのと、その中でやっぱ K-1 っていうロゴが出ていたり、はい、武尊選手がいたり、あとは炎が映ってるんですけど、はい、僕もリングサイドで見てて火が上がった時の熱とか実際感じたんですよ、なんであとはこのなんかスモークの感じとか、あとやっぱ入場シーンなんで入場してた時の音楽とか、うん、なんかこの東京ドームっていう場所で2人が戦った時の思い出がなんかすぐ蘇ってくる一戦をこう写真ですね、この炎の あの時炎が上がってちょっと暑かったなとか、あの広いところで K-1 のロゴが出たなとか、はい、あここゴンドラで武尊選手出てきたなとか、武尊選手の入場曲がここで鳴ってたなとか、確かに曲聞こえてきそうですよ、ね、そうなんですよ、なんか本当になんかこの1枚だけでもあの時の記憶が蘇ってこうなんかたくさん喋れる、なんかそういう1枚として僕はこの写真がすごくあの印象深いのと、全試合しかもバックステージリング上こういう入場時退場時いろんなところに散りばめられているので、本当になんかあのこういった形で写真集っていうものになって
一枚一枚こう見ていくからこそ蘇ってくる思い出とか感情があるというのをあの改めて今日写真集見させてもらってあの感じました。さあ最後にですね、はい、改めてではあるんですけれどもこの大会にかけた思いをさせていただけますか。はいすね、本当にあのザ・マッチ2022っていう大会は本当に2022年の6月19日にしかやっぱりできなかったもの、はい、見せられなかったものだと思うので現時点ではもうあれと同じ時と同じような熱っていうのは作れるかどうかは分からないですし本当になんかあの日あの場所にいたからこそあの感じることができたもの見ることができたものっていうのがすごくあった、はい、あの大会だったなと思います。やっぱりあの日の特別な一日だったんだなっていうのを、うん、改めてこうやっていろいろ振り返ってお話しさせていく中でもあの思いますね。なるほど。ですから改めて皆さんこの形にしてその思い出をですね、うん、大切に取っていただきたいと思います。さあそれではですね、はい、K1 の次回大会のスケジュールを伺ってもよろしいですか。はい、そうですね、我々の K-1 ジャパングループとしては次は2022年のですね、はい、12月3日にエディオンアリーナ大阪で、こちらですね、はいはい、あの K-1 の、大会を、開催します。あの、本当にあのこれ、まだこれからですねいろいろマッチメイクだったり選手の、はい、ことは考えていこうと思うんですけど、うん、ザ・マッチに出た選手たちだったりも、うん、もちろんあの選手 の, あの出場候補として、はい、あの考えているのでぜひあのザ・マッチであの K-1 ファイターのことをちょっと、ね、気になったりとかこうあの選手次どんな試合するんだろうっていうふうにあの気になった方はぜひあの12月3日 の, この大阪大会見ていただければ、ええ、あそこからの僕たちのまた K-1 っていうのをですねまた知っていただけるとあの嬉しいなと思ってます。はい、ということで今日は中村プロデューサーお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして視聴者の皆様最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ファンの皆さんライズ伊藤代表からもですねお話を伺っています。同時公開になりますのでぜひそちらもご覧ください。